ラバマンはアメリカ合衆国の競争馬。主に2000年代のアメリカ西海岸で活躍を繰り広げた馬で2008年までの7年間の競争生活で G1 競争7勝を挙げた。西海岸を本拠地とし、同地で非常に優秀な競争成績を残したことから西海岸の帝王の異名を持つ。2006年にはサンターニタハンデキャップ、ハリウッドゴールドカップ、 パシフィッククラシックステークスと西海岸におけるダート中距離の主要レースをすべて優勝した。その反面、中部あるいは東海岸の競馬場では苦戦、国外では惨敗する傾向が強かった。2005年、日本で開催されたジャパンカップダートに出走し11着に敗れているが、その直後から G1 を含めた西海岸でのレースで7連勝している。 2007年にはネイティブダイバー以来40年ぶりとなる史上2頭目のハリウッドゴールドカップ3連覇を達成した。西海岸限定で芝の G1 にも代用可能オールウェザーも問題にしなかった。ラバマンはカリフォルニア州にあるポピュラーメドーズ牧場で生産されたサラブレッドである。母馬リルミズ・レオナルドは調教師ルーニー・アーターバーンの所有馬であり、ラバマンも 同志の所有、管理の下で競争馬となった。ラバマンは2歳になった2003年の6月にカリフォルニア州ストックストンの小さな競馬場でデビューした。初戦の結果は4着と平凡で、その後もすぐには勝ち上がれなかった。この頃にアーターバーンは同じく調教師であるザグ・オニールにラバマンの所有権の多くを売り渡し、また管理もオニールが引き継いだ。 ラバマンは、その後、11月に迎えた、ゴールデンゲートフィールズ競馬場での未勝利戦で、初勝利を挙げている。2004年8月、オニールは、STD レーシングステーブルのジェイソンウッドの要望に、応じ、ラバマンの所有権を5万ドルで譲り渡した。以後もオニールが管理調教師を務めている。同年は、芝路線にも挑戦して一勝を挙げているが、結局、 ダートに戻っている。9月のフェアプレックス競馬場で行われたダービートライアルステークスでステークス競争勝ちを収めると同競馬場のポモナダービーにも出走したが、ここでは3着に敗れた。その後も勝てないながらも前線を繰り返し、年末のマリブステークスではグレード競争初挑戦ながらも勝ち馬から半馬審査の2着と構想した。 2005年は年初からサンシャイン・ミリオンズ・クラシックなど、ステークス競争に果敢に挑むも、参戦してすべて、盆装に終わっており、この頃からオニールは、ラバマンにブリンカーを装着させるようにした。この装備変更がこう奏したか、翌戦の一般競争を勝つと、続くカリフォルニアンステークスも勝って、グレード競争初制覇を達成した。さらに勢いに乗って出走した7月の、 ハリウッドゴールドカップでは2着に八馬新さん、四差をつけての圧勝を見せ、3連勝で G1 タイトルを手にする大活躍を繰り広げた。しかし同年のその後はあまり振るわず、パシフィッククラシックステークスとジョッキークラブゴールドカップ、共に見せ場はなかった。11月にはジャパンカップダートに出走するため日本へと国外遠征したが、初の遠征、またこの間に、 左前足に出た農業の影響もあり、11着と大敗している。この日本遠征の時に安城が氷田中谷に乗り換わっており、以後しばらく中谷とのコンビで競馬を続けていった。翌年の末から一転して、2006年はラバマンにとって飛躍の年となった。年明け初戦のサンシャインミリオンズクラシックを解消すると続く 大一番のサンターニタハンデキャップにも優勝した。その後も、快進撃を繰り広げ、チャールズ・ウィッティンガムメモリアルハンデキャップ、パシフィック・クラシック・ステークス、ハリウッド・ゴールド・カップといった G1 競争4勝を、含む7連勝を達成する。この連勝劇で、ラバマンは、西海岸競馬の主催者らから、ホース・オブ・ザ・ミートと称えられ、名実ともに、西海岸の頂点として君臨した。 その勢いで出走した年末のブリーダーズカップクラシックでは同年のプリークネースステークスカチウマバーナーディーニに次ぐ2番人気に支持された。しかしレースでは一撮りの不利を被り優勝したインバソールに遅れること16場審査の7着と大敗を喫した。2007年ハリウッドゴールドカップ2007年も西海岸では強くサンターニとハンディキャップを連覇。 ハリウッドゴールドカップを3連覇するなどを活躍するが、遠征すると、本来の力を発揮できず、ドバイデューティーフリーでは16着と大敗している。しかし、8月から11月にかけて参戦消化したが、6着と、やや制裁を欠いた。2008年は4月のカーレットステークスから始動し、3着だった。その後、6月のチャールズ・ウィッティンガムメモリアルハンディキャップも3着だった。 そして、7月のエディリードハンデキャップの6着を最後に、一旦現役を引退した。2009年12月27日のサンガブリエルハンデキャップにて、現役復帰を果たしたが、7着と、どの負けを喫した。このレースを最後に現役を引退した。引退後はそのまま、オニール旧社に残り、リードポニーとしての役割を与えられた。同級者のアイルハブアナザーが、 ケンタッキーダービープリークネスステークスに出走した際には帯同して現地に赴いてスタート位置までの誘導をしている。また2015年にはアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。